ををを再再再生生すするるネイスベドジジャティィィリメメデデアアラヨエフゲーニー・フランツェービチ・バウエルは、ロシア帝国の映画監督、脚本家、舞台美術家である。レフ・クレショフの死として知られる、ロシア映画黎明期の巨匠である。エフゲーニー・アンチャロフの別名がある。1865年、ロシア帝国のモスクワに生まれる。父は、チェコ系の音楽家、フランツ・バウエル。 母は、オペラ歌手、姉は女優であった。1887年、モスクワ美術大学を卒業、新聞に風刺画を描く仕事を得た。写真美術家として、名を成した後に、演劇界に入り、演劇プロデューサー、舞台美術家となった。1890年代に、女優、舞踊家のリーナ・アンチャローバと結婚、第一次世界大戦中は、アンチャローバの男性性を用いて、 エフゲーニー・アンチャロフと名乗った。戦時に、バウエルは、あまりにゲルマン的な名であったからだ。1913年、48歳になる頃、アレクサンドル・ドランコフの映画会社が制作した44分の、サイレント映画、ロマノフ家の300年に、美術装置家として参加することで、映画界に入った。同年、ピョートル・チャルディニンとの共同監督作、おじのアパートで、 初めて映画を監督した。1917年、アレクサンドル・ハンジョンコフと共に、ロシア帝国内のクリミア半島のヤルタの新しい撮影所に移り、若い俳優のレフ・クレショフと共に、幸福を求めての撮影を開始した。バウエルは撮影現場で足を骨折し、自作のパリの王者は座ったまま演出せざるを得なくなった。バウエルは肺炎を患い、その合併症で、 2月革命後、ロシア臨時政府成立前の1917年6月22日、同地のヤルタ病院で死去した。満51から52歳ボー遺作となったパリの王者は女優のオルガラ・フマノバが完成させた。ありがとうございます。